ジャン君、おはよう。こんちゃん、おはよう。お腹の白いとこが見えてるよ。かわいい。ポンちゃん。ここここ。ちょびっとだけ白いの。強さそう。秦野市にあるアートフラワー、あ、これは違う、アイムという、お店です。こちらの方で、ハーバリウムを習いに来ました。ドライフラワーハーバリウムのお店に来ました。いや、最初だからっつって、はいはい、いや、お待たせて、なんか見ながらでいいですか。どうぞどうぞ。黒川を発見しました。帰りに少し買って帰ろうかな。花とかに、ああ、はい、高そう。高いやつだね、これ。なんかね、すごい立派なやつ。うん、これ、こんなのとかさ、あと何？これって何？って思ったんだけど、なんか、作ったのかな？なんか、ああ、そうだね。殻みたいだね。そう、殻みたいなやつが重なってお花みたいに。うん、黒。すげえ。これなのに、後から色をつけたのかな、うん、かもしれないね。いろんなものがあるんだな。もろこし、あ、これはね、よくあるよね、うん、
まあいいじゃんね。うん。ドライフラワーだけど、やっぱあの花に囲まれてる感じの匂いがするね。うん。うん。そうか、ハーブか。うっすらハーブの香りだね。うん、唐辛子も面白いね。これ食欲が湧いちゃうけど、見ると。これはこれかな。これ六角形ですね。私四角にしようかと思って。いいんじゃない。これはね、ちょっとレトロな感じ。浮いてきますね。はい。ここにあるこの花を使っていきそうです。はい、あの好きな長さにできますから。ここに自分のイメージでこう順番を作ってるんです。ママさんはこんなです。だいぶ違うね。渋めだね。渋めだね。イメージに近いです。この気泡が上がってる姿も綺麗です、ね。そうですね。本当だ。うん。ああ、いいじゃん。うん、はい、青い柵です。あ、綺麗です。いいじゃんね。やっぱちょっとセンスあるかもしれない。とてもいいですね。なかなか思ったところに行き。行くのは大変、うん、そうだ ね、そうですよね、うん、経験だよ、そうだね、慣れてくると思っちゃったね、ちょっとこう動かすのがね、こっち向きにしたいなとか、そう ここに入れたいなとか、この細いのね、微妙なね、うん、これも綺麗ですね、ね、うん、自分で褒めて、お花じゃないんですね、キラキラの中、そうですね、ね、それからもちょっとね、母のやつはやっぱりあれだね、プロっぽいというかその商品っぽいよね。これすごい可愛い、うん、割とたっぷり上まで詰める感じにした、うん、そうですね、あの袋に入ってるの、うん、それをもうね一袋入れちゃって、うん、うん、成果っていうかあのドライフラワー、可愛いよね、ドライしかないよね。そうか、うん、そういうこと、うん、あ、俺ちょっとこっちの増加みたい。さ、高い方の、うん、背が高い方、うん、は、うん、今、なんだっけ、あのチューリップと、うんうんうん、ちょっと葉っぱっぽいやつしかないのね、うん、このブルーのやつ、あー、ね、ブルーはないよね、うん、お、意外と990でしたでしょ、うん、そうか、だから大きいのは高いね、そっかそっか、そういうのはだいたい短い、すごい大きいの、よいしょ、こっちの、うん、